脅威を処理した。まったく臆病なやつだよな。まあこんな状況じゃ無理もないがな。これで金切り声が一つ減った。それはエッセンストラップか。誰かがひどい改造したようだが、まあ腹が減ってれば食いつくだろう。バナナが嫌いなやつはいないよな。ん？エーテリウムのキャニスターか。背後から襲われたいなら好きにしろ。それを持っているだけで化け物の注意を引いてしまうんだぞ。多分それが私たちのやるべきことね。ターゲットは範囲内です。ターゲットを捕らえました。収集します。ターゲットを喪失。トラップが損壊。ナベノフ、どうやら猿を捕まえたようね。これでキーが手に入った。あと一つか。順調だな。俺もミサイルの標的変更をほぼ完了した。あれはペックが作った。あれはオメガがダークエーテルで捕獲し、研究のために持ち帰った化け物だ。堂々たる姿だな。それは認める。堂々たる？閉じ込められたように見えるけど、孤独で怯える。多分空腹なんだな。うまく気を引いた。さあキーを取って。ラベノフ、エーテリウムが効いたみたい。キーを回収した。よくやった。こっちもミサイルの準備が終わったぞ。あとは打ち上げシーケンスを開始するだけだ。キーを持っているのはお前だけだ。あとは頼んだぞ。常に頭を狙え。これが俺の仕事だ。だろ。
仕上げシーケンス開始。さらなるキーの承認を待機中。タイムアウトするとシーケンスは中断されます。障害物を取り除け。ロシアの半分をアウトブレイクゾーンにするわけにはいかない。俺たちもここにいるしな。ミサイル発射まであと9分。目的地を設定する。どうなってる。おい、空を見ろ。マキ、あんな奴を見たことがあるか。いいえ、あれは普通のテンペストじゃない。奴らは一体何をしているの。デスマシン、スピンアップ開始。信じられ、奴らがあんなことをできるなんて知っているか。殺せばハッチを塞いでいるクリスタルを破壊できるかもしれない。
脅威を処理した。これでもう大丈夫だ。レクイエム、あと5分しかない。ハッチが開かないとどうなるか教えてあげないとわからない。クリスタルを破壊してる。いいぞ、これで。待っている。まだ一つ残ってる。時間もなくなってきた。モンキーボムを使う。やつらにしては陽気な猿だ。大丈夫だ。Really?